わかった。でもやっぱりお魚はドカーンしたてが一番でしょ。火の上でちょっと焼いたらパリッと香ばしくってすごく美味しいんだよ。心配しないでクレちゃん、ジンからとっくに聞いてるわ。もう鹿狩りに注文してあるから、ここ数日の間に湖で釣ったばかりの新鮮な魚をシェフが選んでくれるはずよ。きっとすぐ料理してくれるわ。クレちゃんの大好きな調味料とソース、それから私が用意した特製のおやつもあるのよ。きっとクレちゃんが魚をドカンした時と同じくらい美味しいはずよ。うん、じゃあ理想は、理想お姉ちゃんの言うこと聞く。しばらくはクレどどこドッカン冒険記で遊ぶのに集中する。お魚をドカンしたりしないし、アルベドお兄ちゃんのお友達にも迷惑かけたりしないよ。あ、じゃあクレ、栄誉騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんを探しに行く。ひひ、誰がオイラたちを探すって。栄誉騎士のお姉ちゃん、それにパイモンちゃん、クレ、ちょうど二人のことを考えてたところだったんだよ。そしたら二人が現れたの。何かの魔法がクレイの代わりに二人に伝えてくれたのかな。あら、可愛い子ちゃんとパイモンちゃん、ちょうどいい時に来たわね。手紙を書く手間が省けたわ。オイラたちちょうど暇してたから、図書館で本でも探して読もうかと思ってたんだけど、ドドコドッカン冒険記ってなんだ？その辺の本よりもめちゃくちゃ面白そうだぞ。リサお姉ちゃんが作ってくれた新しいゲームだよ。名前はクレイたちで一緒に考えたの。パイモンちゃん、一回で覚えられるなんて頭がいいんだね。リサさんってゲームまで作れるのかよ。おいら、リサさんのこと本の虫タイプの博学だと思ってたぞ。ただ学生時代の暇つぶしのゲーム、ゴロゴロ炸裂キノコをもとに少し改造しただけよ。そんなに手間はかかってないわ。クレイちゃんがこの特別期間を楽しく過ごせるなら、あと何種類か作ってもいいわ。そうだ、思い出したぞ。さっきアルベドの友達の話もしてたよな。近頃モンドで何かあったのか。今回のアクシデントは大きいとも小さいとも言えないけど、とにかく慎重な対処が必要ね。最近シードル湖にスメールから来た外来種の魚が現れたの。放っておいて好き勝手に繁殖を許せば、モンドにおける水域の生態を脅かすかもしれない。幸いなことにクレイちゃんがこっそり逃げ出して外で遊んでいた時に、見たことのない魚を発見したの。そう、それで2匹ほど捕まえてきてくれたおかげでガイアに聞くことができたのよ。あの時見つけていなければ、一般人がそれらを発見した頃には在来種の魚は目立たない隅っこに追いやられてしまっていたかもしれないわ。もし水中生物の群れに変化が生じ、シードル湖の水質も影響を受けて酒造業にまで影響が及んでしまったら、それはもはやモンド経済に関わる大問題になる。ひひ、今回はクレイのお手柄なんだ。ジン団長もこのことを聞いて特別にクレイを褒めてくれたもん。そんなことがあったのか。それにしても危ないとこだったな。今は調査小隊から人をやってシードル湖の観測をしているところよ。侵入者さんたちの巣窟を見つけ出すためにね。そしてその間、侵入者さんたちを驚かせることのないよう、クレちゃんは宝物を持って走り回っちゃいけないってことになったの。調査小隊の使っている装置はとても敏感で、湖周辺の一定距離内で爆発があれば観測に影響を及ぼしてしまうのよ。でもジンがずっと城の中に閉じ込められていると、クレイちゃんがきっと退屈するっていうものだから、
アルベテは遊撃小隊の実験型装備を改良するのに忙しいし、ガイアもちょうど出張中で、お姉ちゃんである私のところにこの子の面倒を見るって任務が降ってきたというわけ。今はもう退屈じゃないよ。リサお姉ちゃんがドドコドッカン冒険記を発明してくれたんだ。クレーすごく楽しみ。英雄騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんと一緒に遊びたい。ええ、ドドコドッカン冒険記の遊戯台はお庭のところにあるわ。鹿狩りで注文したメニューもそこに届くはずよ。おいしいお料理とお花の香り、そしてそよ風を楽しみながらクレーちゃんと遊ぶ。こんなに貴重な機会はないんだから、心ゆくまで楽しんでこなくちゃダメよ。あれ？ってことはリサさんはオイラたちと一緒に行かないのか？ゲームの作者である私が参加するのはちょっとずるくないかしら。あなたたちがゲームを遊ぶ時のサプライズ感に影響が出てしまうでしょ。それに図書館司書として私はまだ職場にいなきゃいけないわ。基本的な責務を果たすためにね。なんか外に出ないための口実を探してるように聞こえるぞ。さあ、いい子のみんなは安心してクレイちゃんと遊んできてちょうだい。わかった。じゃあまた後でな、リサさん。屋内では大声を出さず静かにしてください。ここだ。英雄騎士のお姉ちゃん、これがドドコドッカン冒険記の遊戯台だよ。おお、確かにここなら環境もいいし楽しくプレイできそうだな。リサさんが選んだ場所は文句なしだぜ。じゃあクレー、オイラたちに基本的な遊び方を教えてくれよな。じゃあ始めるよ。お姉ちゃんとパイモンちゃん、二人とドドコドッカン冒険記を遊べてとっても楽しかったよ。クレイと一緒に遊んでくれてありがとう。あ、そうだ、あまり遅くまで遊んでちゃいけないんだった。クレイはちゃんと言うこと聞いて早くお家に帰って寝る。お家への道はわかるよ。またお昼に会おうね。
水の味は実に幽玄な趣を持つ。モンドの水は清く。